ちわーす。今週もご視聴ありがとうございます。今回はちわっす兄弟の恋抜き比べてみました。みんなを集めた写真かわいすぎる。長男のワクをお迎えしたのが約12年前。お写真が古ぼけすぎてブサカワが目立っておりますが、では比べてみたいと思います。レディーゴー。ワンワン。まずは三男千早から3つの項目を比べてみたいと思います。千早くん、質問です。はーい、どうぞ。質問1、お迎えしてから1週間で風邪はひいた？風邪ひいたよ。コンコンって咳が出たんだ。下痢もしたよ。質問2、ご飯はちゃんと食べる子だった？あんまり食べなくて、ママの手のひらから食べてたね。今はご飯が大好き。質問3、お迎え時のトイレトレーニングはどんな状態だった？お部屋の中ではできてたけど、ちょっと遊びに外へ出るとカーペットの上でもしちゃってたね。千早くん、質問に答えてくれてありがとう。それにしても別件のように色変わってません？え？そう？お迎え時はハスキーみたいで可愛い色と思ってお迎えしたけど、今は誰？って感じだね。今はママにファルコンって言われるよ。ファルコンって何？次は四男節葉くんに質問です。はーい、何ですか？質問1、お迎えしてから1週間で風邪はひいた？下痢はしたですね。でもお医者さんに行って半日で治ったですよ。質問2、ご飯はちゃんと食べる子だった？食べるより遊ぶことの方が楽しかったですから、食べない時もありましたね。質問3、お迎え時のトイレトレーニングはどんな状態だった？お利口、完璧だねって褒められたですよ。でもお家に来て1ヶ月ぐらいからちょっと失敗するようになったです。気の緩みですかね。節葉は前足にハイソックスとショートソックスを履いてるんです。それがかわいい。大きくなってもハイソックスとショートソックスは健在です。次は末娘の小花ちゃんです。小花ちゃん、質問いいですか？はーい、準備 OK です。質問1、お迎えしてから1週間で風邪はひいた？風邪なんて一度もひいてません。質問2、ご飯はちゃんと食べる子だった？はい、一回も残したことないです。質問3、お迎え時のトイレトレーニングはどんな状態だった？そうだね。小花ちゃんはお家に来て一度も体調崩したこともなくて、トイレもトイレトレーニングもしてないのにちゃんとできるし、ご飯も一回も残したことないもんね。本当にお利口さん。さあ、お次はおじいちゃんチーム、長男ワクと次男ウタの番です。ワクとウタの動画が携帯の移行がうまくできなくて残ってないんです。なので写真のスライドショーでお話ししていきたいと思います。
わしらの扱い雑じゃないか。ほんまや、雑いでママ。ごめんごめん、動画がないんだもん、許して。しょうがないな、答えてやるわ。質問1、お迎えしてから1週間で風邪はひいた？わしは確か風邪ひいたの。でもすぐ治ったと思うぞ。わいはパルボウイルスになったんや。1週間くらい入院したかな。死ぬか生きるかだったぜ。おお、そうだったそうだった、あの時は心配したぞ。質問2、ご飯はちゃんと食べる子だった？わしはちゃんと食べる子じゃった。お利口さんじゃろ。今でもちゃんと食べるぞ。わいもワックに取られんようにしっかり食べおったな。質問3、お迎え時のトイレトレーニングはどんな状態だった？わしはトイレとベッドの区別はできておったが、まだまだトレーニングは必要で、ママにしっかり教えられたもんじゃ。でもすぐ覚えれたと思ったけどな。わいは家に来てすぐに入院になってもうたから、退院して家に戻ってきてもあっちでもこっちでもベッドでもしとったな。ママを困らせたもんだで。わくうたありがとう。なんだか懐かしいね。もう12年も前になるんだね。二人とも長生きしてね。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。